お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、まあちょっと今から出かけるんですけれども、まあどこにね行くかというと、まあ知り合いのちょっと地元、まあかなり田舎ですねに行くんですが、そこのね実家のところで結構ね日本トカゲが出ると、日本トカゲ欲しかったらね捕まえられる可能性があるよというね話だったので、ちょっとね行って取れるかどうかわからないですけど、捕獲して、行きたいなと思います。いきなり多分捕獲するシーンとかに、ね、映ってると思うんですけど、まあゆっくり最後までね見ていってください。まあ結構ね暖かくなってきていて、まあこういうね岩のとことかね、まあもしかしたらまだ外気温が若干寒かったりも多分夜とかねすると思うので、出てきてなくてこの岩の裏とかいろいろとどかしてみたらいるかもしれないですけど、まあちょっとですね少しずつやってみたいと思います。じゃあこれはいそうだけど、行っても逃げられるだろうね。太陽当たってて石が暖かいから、いても元気ピンピンなんだよ。いないか。ああよ、団子わらじ虫がめっちゃおる。わらじ虫もね、貴重な小型のトカゲとか、あと小型のカエル、あとはサンショウウオとか、いい餌ですからね、わらじ虫。うわ、見て、こういっぱいあるわらじ虫。いい餌だからなぁ。まあでもちょっと今、ちまちま取る気分じゃないから、もう、このまま戻します。今ね、ちょっともうね、探してる時、カメラ回してなかったんですけど、日本トカゲがね、取れました。ちょっと、見てもらいたいんですけど、これ、岩の下にいたんで、多分ね、冬眠寝てたと思うんですけど、動けるか、まだあんま、あ、逃げんなよ。これだいぶふっくらしてね、え、日本トカゲのまあちょっと大人、まあある程度サイズね大きくなったやつですね。もう尻尾はブルーじゃなくなっている。でちょっとミルワームもね、天然のミルワームもいたんでね捕まえました。おお、大丈夫かな。やっぱねまだ多分外気温が低いんでしょうね、夜とか。土の岩の下のね土の中にね潜ってましたね。やったぜ、見つけたわ。まあ、一緒にちょっと入れてるけど、ミルワーム。で、どこにいたかっていうと、ちょっともう一回やるけど、この、よいしょ。この岩の、この辺にうずくまってたんですよね、この辺に。やっぱこういうと、あ、でっかい、見てこれ、でっかいハサミ汁。やば。えぐいな、これ。怖っ。ハサミでかくない？やばいな、これ。もう気持ち悪い。なんでいつの間にこんな俺苦手になったやろ。いないよね、そこで。さっきマジでラッキーだったな、ほんまに。たまたま、なんかいそうな気はしたんだけど、まさか本当にいると思わなかった。カメラ回しとけばよかった。はい、今歩いてたらね、はい、ここわかるかな。アマガエル先生ですね。ちょっとまだ眠たそうな顔してるけど、サイズ8こんな感じ。アマガエル先生。アマガエル先生。冬眠から目覚めたんですかね。アマガエルでも見るのも久しぶりだな。久しぶりにアマガエル見るわ。はい、いい感じの色にちょっと変わってますね。下の草の色と一緒になってたのかな。はい、アマガエル先生、じゃあお帰りください。わー、行ったね。うわー、もうなんか蜘蛛の巣あるな。うわ、気持ち悪い。うわ、でっかい船がいるわ。えぐっ。これ。えぐいぞ、これ。うわぁ。閲覧注意やな。まあ、今頃遅いけど。なんかでも足のとこ綺麗、色が綺麗。うわぁ、これ嫌いな人すみませんね、ほんとに。今頃謝っても遅いわって話だけどな。まあでもやっぱムカデはいるよね、こういうところは。このね、岩の下なんですけど、わかります？ここなんか隙間がね、若干空いてるんですよね。だから多分ね、この下なんかいると思うんだよな。ちょっとね、撮ってみましょうか。どうだろうね。こう開けた方がいいのかな。うわ、いたいたいた、やっぱいるけど、こいつ元気よすぎるわ。多分逃げるわ、多分。いいんだよ。
尻尾切れた、切れた。あ、取れた取れた。あ、わかりますかね。ちょっとこれこれこれ。あ、ほら取れた、日本トカゲ。ベビーっすね。これほら、やっぱいると思った。勘が鋭い。なんとか尻尾切らずにね、取れましたね。映ってるかな。いや綺麗。ちょっと映しましょう。もうあんま良くないからね。あ、やっぱね、いましたね。これ仕掛けじゃないからね。これさすがやな。やっぱね、よく観察すると。わかりますね。あ、でもちょっとすげえ慌ててんな。で、この個体はさっき捕まえた個体に比べて、岩がね、太陽光直接当たってたんで、多分下も暖かくなってたんでしょうね。結構活性が上がってるから、元気がいい。ほら、ああ、ごめん、くっつけるか。やめとけよ。ニホントカゲのベビーですね。小さい頃は、うちで飼育してるね、グランカナリアカラカネトカゲみたいに、尻尾がね、青いですね。まあ、これ大きくなっていくと、どんどん日本トカゲに関しては、尻尾の青さがね、薄まっていっちゃって茶色くなっちゃうらしいんですけど。いや、取れたなぁ。まさかこんな思惑通り、取れるとは思わなかった。まあ、ちょっとこれは、枯葉とかちょっと入れて落ち着かせてね、持ち帰りたいと思います。はい、あ、アマガエル先生が2匹。この辺アマガエル多いね。アマガエル先生たちですね。アマガエル先生、ああ、アマガエル先生、それはさすが、無理やわ。アマガエルもね、東京に住んでたんじゃなかなか見かけないですからね。ほら、いるんだね、いっぱい。地方じゃね、いくらでもいるんでしょうけど。はい、またいましたね。やっぱ多いね、この辺。はい、アマガエル先生ですね。ああ、いいね。この子はグリーンじゃなくて、ちょっともう、土の色。なんていうのかな、褐色、うん、柄も入ってる。なんかアマガエル先生ですね。やっぱアマガエルって可愛いね。これ可愛いし、結構ちっちゃくてね、いい感じなんですけど、泣き出したらとんでもなくうるさいですからね。アマガエルの鳴き声ってもう自宅で飼えたもんじゃないですよ。今年はね、アルビノのアマガエルとかね、もし入手する機会があったら飼ってみたいなとは思うんですけど、せっかくね、うちモリアオガエルの色彩変異もいますし、やっぱそういう国産のね、両生類とかのちょっと変わった色とかはね、飼育してみたいですね。もうこの下りだいぶ飽きたと思うんですけど、やっぱまだいるわ。ここにもほら、アマガエル。なんか背中になんかつけてるし。うわ、かわいい。またいる。ほら、ここ。多いな、アマガエル。アマガエルフィールドやん。アマガエルパラダイスですね、この辺。めちゃくちゃいるよ。ほら、アマガエル。ちょっといすぎやな。アマガエル欲しかったらもうこれいくらでもいるよ。めちゃくちゃのどか。ここめっちゃタンポポがあるんですよね。相当タンポポだらけ。で、リクガメがね、タンポポを食べるんで、はい、こんな感じで。タンポポ摘み。32歳のおっさんがタンポポ摘みをしてますね。いやでもこうやって鼻のところだけプチって取って入れてったらやっぱ綺麗ですね。普通にいっぱいあるし、いやここ普通にリクガメ連れてきて話したいですね。ここに放っていくらでも食べれるしょ、の野菜がいっぱい。うわ、何これ、穴がある。これ何なのやろ、蛇かな。この中水ガー流して、水流して、慌てて出てくる何かを捕まえたいですね。あ、またアマガエル先生がいた。あ、逃げた。アマガエル多いな。こちらですね。いい感じ、両サイドが低くて土になってて。で、こちらもね、土になってますね。はい。これちょっとね、見てみたいと思います。もしかしたら、カエルとか、オタマジャクシとか、あと、イモリですね、がいるかもしれないので、まぁ、ちょっと近所のね、溝なので、軽くね、見ていきたいと思います。あ、なんかいんね。魚？なんか魚かなんかシュッシュっていくね。なんだろうね。あ、ヨシノボリか。いや、わかんねえだろうな、動画じゃ。ここね、見て、なんか
変なんがあると思ったら、これ多分ね、カエルの卵やね。何のカエルの卵やろ。うわ、あ、わかるわかる、これオタマジャクシになってんちゃう。オタマジャクシよね、多分。あ、もうな、ね、帰ってる帰ってる、ほら、オタマジャクシやね、オタマジャクシやわ、マジで。うん、何のオタマジャクシだろうね。え、だよね、オタマジャクシだよね。うん、めっちゃおるわ。なんだろうね、黒いよ。ヒキガエルはなんかね、筒状だから違うと思うんですけど、これ赤ガエルかな、多分赤ガエルだろうね。ヤマアカガエルとかのオタマジャクシなんじゃないのかなと思ってます。すごいね、気になるけどね、大量。まあこれね、戻し、ちゃんとね、戻します。はい、ということでね、まぁ、ちょっと時間で言ったら30分から40分ぐらいかな、軽くね、フィールドワークをね、してみましたが、はい、こちらですね、タンポポ、まあ2ケース分ちょっとバーっと取ったのと、あとね、コケ、使い探しのね、コケを取ってきたのと、やっぱこれがね、でかかったですね。この子はね、取る瞬間はちょっと取れなかったんですけど、見えますかね、日本トカゲのある程度育ったサイズですね。この子はね、背中のラインがマジ綺麗なんですよね。見てこれ、めちゃくちゃ綺麗じゃない、相当綺麗、おしゃれな、なんか3本ラインが入ってて、これがまあ、ある程度大きいサイズですね。もうこれは冬眠してて石どかしたらね、普通に寝てたんで、そのままさっとね、取らせてもらいました。まあこれ天然のミルワーム、これはもうちょっとね、どかす、元に戻してね、置いて帰ろうと思いますが、まあこの大きめの日本トカゲと、活性が下がって冬眠中のやつは捕獲しやすいですね。で、活性が上がってた、こちらの日本トカゲのベビーちゃんですね。綺麗だね。尻尾切れずにちゃんと取れたのがすごい良かったですね。やっぱ素手で取るとね、尻尾よく切られちゃうんで、なかなか完品の綺麗な状態で捕獲って難しいんですけど。いいね、この子はかなり元気が良かったので、逃げられずに取れてね、良かったと思います。まあということでね、本日はちょっと知り合いの田舎のところに、連れてきてもらってね、日本トカゲがいるっていう話をね、聞いてたので、まあワンチャン取れたら嬉しいなと思ってフィールドワークをしたんですが、まあ運よく、まあ正直運よくですね、2匹もね、捕獲することができましたので、まあこちら持ち帰ってね、また日本トカゲのビバリウム作ったりだとか、まあいろいろね、おしゃれにちょっと国産の生き物をね、楽しみながら飼育していきたいなと思います。ということでね、本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、この間ね、積んできたタンポポ、こんな感じでね、与えてます。まあ普段ね、小松菜とか、まあよくスーパーとかで買えるね、野菜がメインなので、かなりがっついてますね。なかなかタンポポの花なんて食べる機会がね、ないんで、都内はそんなにタンポポの花なんて咲いてないんでね。どうですか？美味しいですか？あ、聞いてます？全然聞、もう夢中になって全然こっちのことなんて気にする間もなく、おーすごい、丸々食ってる、やっぱ美味しいのかな、丸々食ってんね。いやでもやっぱこうやってね、時間かけて取ってきてあげたもの一生懸命嬉しそうに食べてくれると嬉しいですね。こっちもね、こっちも嬉しい。だいぶサイズもね、大きくなりました。僕の手がこんなだから、まあ結構立派なサイズ。こいつはまあ小さめ、多分オスだからちっちゃいんですよね。こいつメスでね、メスだからだいぶ甲羅も重さもすごい重たくなりましたね。はい、てな感じで、動画でね、タンポポ積みをね、突如やり始めてましたが、まあこんな感じで活用しておりますというね、お知らせでした。